今日は5月5日、今、午前7時半、あと5分ぐらいで7時半です。木々の上ですね、作業ですね、今からやります。帰省してる息子もちょっと手伝うということで、3人でやります。あ、何、はい、バケツいっぱいで約2列ですね。これが延べ延長500メーターぐらいあるとだいたい計算してるんですよね。だから1メーター間隔でも500個いるわけです。で、まあある程度植えられるかもしれませんね。追い込め、植え込め、しばらく作業撮影作業の撮影、はい。竹が60センチで切ってます。だから芋との中心は約65センチぐらいになる、はずです。調べてみたところ、一番間隔が長いのが65センチでした。だいたい10センチぐらいということです。で、そのくらい入ってると思います。で、下はまあ湿気がまだ残ってるんで大丈夫だと思います。で、菊芋は結構乾燥に弱いら、には強いらしいんで、あんまり乾燥は心配しなくてもいいかもしれません。この植え方は里芋の植え方と一緒ですね。こんなか、里芋もこんな感じで、里芋はもうこんな竹なんかは使わないで適当にやってましたけど、これはちょっと種芋が足りないだろうということで、一応測りながらやっています。こんな感じで植えてます。はい、一応植え終わりました。5列半ですね。菊芋っていうと、だから延べ250メーターぐらいあるのかどうか、はい、だから最後にした2つの畝はもう上げなくてよかったみたいですね、結果的には。はい、まあとりあえず今年はこれでやってみようと思ってます。あとはその肥料なんかやってないんで、まあ後でその、里芋の間には里芋な菊芋の間にちょっといろいろ肥料とかいろいろやってやるとか、まあ草マルチまでする手間があるかどうかは分かりませんけど、まあそういうのも含めてちょっと、あとは様子見ですね。はい、成長の様子を見ながらどうするか考えます。はい、だから1時間かかってないわけですね、作業は。はい、7時半ごろ来て今8時15分だから、はい、菊芋上の作業はこれで終わります。